じゃあ億万長者合宿のリレー続けていきましょうか。まあ吉田さんね、マイク変えたみたいですけども、その前の動画で使ってるマイクはなんかこう声が反響してね、ちょっとこう聞きづらいところありましたけども、今回のマイクはとってもシャープで良かったですね。で、私もね、結局マイクってまだ買ったことがなくって、まあ何回か買ったんですけども結局使ってなくって、この動画の撮影もこのね、ソニーの10万円のなんですかね、 Vlog 用のカメラを買ったら、それが結構良かったですよね。以前はクールピックスって言って、7、8000円ぐらいのそのデジカメを買ってきてね、それで撮影してましたけども、ちょっとこう昭和感のあるザラザラ感のある画面と、あと音声もこもったような感じで、まあ明らかにこのカメラを変えたら全然違いましたよね。ただカメラの価格10万円ぐらいして、買う時はうっとかしたんですけども、でもこうやって使ってみるとね、3年ぐらい使ってみると、なんか今となってはただ同然というか、買ってよかったなと思いますよね。で、昔はそのカメラって高かったんですよ、本当にね。カメラでもマイクでもパソコンでも何でも高かったですよね。だからなかなか買えなかったんですけども、今なんかね、世の中値上げって言いますけども、デジタル家電につきましては随分とね、値下がりしてんじゃないかなと、まあ、つまり食料品とか生活必需品は値上がりしたんですけども、こうやったね、どっちかっていうと余剰資金で買うようなデジタル家電みたいなものっていうのは、まあこの前アンカーっていうのも出ましたけども、すごく競合が出てきてね、性能はいいんだけども価格は安いみたいな、まあ私のワイヤレスイヤホンもそうですけども、アップルのエアポッドかなんかでしたよね。あれ2万とか3万するじゃないですか。あれと同じ機能か、あれ以上の機能で3000とか2000で出てるわけですよ。だからそっちをね、結局何個も買って、結局10個ぐらい買っちゃいましたね、今までに。で、そう考えていくと、デジタル家電はハードディスクも安くなって、パソコンも安くなって、iPhone も、iPhone は値上がりしてんのかな。でもね、なんかいろんなもの安くなってるんですよね。安くなったからこそ、買いすぎて全体的なお金を使う量は増えてきたなっていうようなパラドックスが起きております。でもなるべくいいもの、なるべく新しいものを使うことによって、それを使った景色が見えるんですよね。感覚が見えるんですよね。確かにいいものはいいなと、誰かが思いを込めて作ってるなってところまで受け取れるんですよ。なんかね、全ての商品ってのは誰かが作ってくれたから手に入るって話を聞いたことがあるんですよね。だから私たちはお金を払って商品買いますけども、その向こうでは誰かにお金を払ってもらって、この商品を使ってもらおうっていう風なね、もう逆側の人がいるわけですよ、意思が。で、これはね、結局大工業なんですよね、世の中はほとんど。自分でいいものを作ればお金はかからないんだけども、でも自分で作ることができないから、誰かにお金を払って作ってもらうっていうね。かっこいいスポーツカーもお金を払って買うっていう行為だけ見ると、まあそんな当たり前じゃんと思うかもしれませんけども、スポーツカーを作ってる人っていうのは、それを誰かに買ってもらうっていう最終的なゴール、出口があるわけですよ。それによってお金を得て、その得たお金でまた新しいスポーツカーの研究開発費を使ってもっといいものを作るみたいな感じで、買う方も売る方もどんどんね、こう時代を進めていくみたいな感じです。ですんで、この買う方にも売る方にも属さない方っていうのは、ものすごくこうね、相対的に時代から取り残されていくってことにはなると思います。で、時代から取り残されてね、別に幸せだったら全然いいと思うんですよ。スポーツカーなんて別になくたって幸せになる方はいくらでもありますからね。ただこれが欲しい、あれが欲しいと思いながら、それが手に入らないっていうのはものすごく負担になるし、で、自己肯定感も薄くなってしまうんですよね。だからそうならないような精神力を持ってればいいんですけども、多くの方は持ってないんです。どうせ自分には手に入らないとかね、もう欲しいとも思わなくなっちゃった、俺物欲ないよって言い出したりするわけなんですよ、うん、でもお金と時間に限りがないとしたら、それでも物欲がないんですかって突きつけた時に、急に物欲が出てくるね。ということは、本当は物欲があるんだけども、お金もない、時間もない、だから諦めてるってだけで、それは物欲がないとは言わないんじゃないかなと。ただ見ないようにしている、蓋をしているだけとね。昨日も私ね、ちょっとお寿司食べに行きたいなと思ったんですけども、いやいや待て待てと思って、スーパーのお寿司のちょうどね、2割引きシールを貼ってるところに遭遇したんで、それを買ってきて食べたんですよ。あー美味しかったっていう気持ちは同じなんですけども、でも今思うとね、なんで俺寿司屋に行かなかったんだろうと思いましたよね。行って寿司を食べて上がり一丁でもよかったんですよ、回転寿司ですけどね。なんか妙なところでね、
やいや今日は控えておこうみたいな気持ちになって、お、2割引きシール貼ってるじゃん、ラッキーみたいな感じでね、ちょっとしたささやかなお得感を持って帰ったなって感じです。まあでもね、パックの寿司買うとちょっと貝柱食べたいなっていうものが入ってなかったり、ちょっとアジが一つ食べたいなと思った時に入ってなかったりするんですよ。昨日はね、鉄火巻きとイカの握りを買いましてね、タコの握り、それからスーパーだったんでイカの天ぷらを買って、それでねちょっとホクホクと食べたんですけども、まあ美味しかったですよ。会計1300円ね、美味しかった。でも回転寿司行ったら私ね4000、5000かかるんですよ。回転寿司でも何なんだろうと思いますよね。それは一皿一皿が昔に比べて安くなったっていう安心感から、結局バクバク食べてトータルの金額がなんかね4000超えるみたいなね、何やってんだと思いますよね。でもああ美味しかったっていう風な満足感と、やっぱりねお店でサービスを受けて、あ、俺寿司食べに来たなみたいな感じがしますよね、うん、まあちょっとささやかな喜びでございました。まあ、どちらにしてもデジタル家電にしても、そういったねお寿司にしても、安くなったから結局最終的な会計は私の場合はね出費が増えてるっていう現状がありますね。今の暮らしもそうですけどもね、うん、それほどまでに大きな贅沢はしてないんですよ。本当に普通に暮らしてるつもりではあるんですけども、ただね私の人生の中でもかなり消費金額が高い部類ですね、今の暮らしっていうのは。まあもちろんね、店舗をたくさんやってた時とか、たくさんじゃなくても1店舗でも経営してると、従業員の支払いとかね、給料の支払いとかテナント代の支払いで出費はその時の方がでかいですけどもね。でも事業のその収入と水筒とやり取りね、お金のやり取りと、こうやった、うん、家庭一個抱えた個人の暮らしっていうのとは全然フェーズ違いますからね、うん、だからいわゆる家族を抱えたお父さんが使うお金、稼ぐお金としては結構でかいなと思いますね、うん、だからよく私ね、実際の会社員だったらどのぐらいの収入なのかなって比較してみるんですけども、大体そうですね、中堅企業から、まあ、大手企業の部長ぐらいの年収と出費額なんじゃないかなと思います。で、そういった人との違いっていうのは、私は出勤をしてないってことなんでしょうね、きっと。出勤はしてないけども、お金のやり取り自体は結構ありふれてる金額だと思うんですよ、うん、大手企業のね部長クラスとかだったらね、多分私とそういった会社の部長が並んで、どのくらいの収入なのか、どのくらい毎月使ってるのかって比べたらそんなに変わらないと思うんですよね。肝心なのはその収支を得るのにどのくらいの時間を使ってるかってことなんですけども、まあ、私は感覚的にはね、一日中ほとんどお金を稼ぐために時間を使ってないって感覚なんですけども、でも結果的には私の場合は24時間を使って毎月の所得を上げてるとも言えるんですよね、うん、そういう意味で言うと、会社員であろうとも結局出勤してる時だけが仕事じゃないですからね。家に帰ってコンディションを整えて、体調を整えて、それから明日に備える意思を高めるためにも、家に帰ってやることっていうのも仕事の一部とも言えるのかなと思いますよね。はい、グダグダと言いましたけども、なんだかかんだかで今日も夜が明けるってことでございます。ありがとうございました。いってらっしゃい。